村長ミュージックスタジオ。はい、今日は村長はですね、もうド定番になりましたメロダインというね、有名な、ピッチを修正する音程ですねを修正するソフトウェア、とっても前から、取り組んでいましてですね、まだ皆さんがこのメロダインとは何度やというような時期からやっておりまして、そして最上位バージョンね、あんまりみんな高いのでですね、導入しないんですが、この最上位バージョンを使うとですね、他のトラックを表示できるということで、ここ画面にもありますように、今灰色でですね、してあるのが、そんなに細かくは見てませんが、音程を合わせた音程と、そしてオレンジは今ですね、まだ音程が自分が不安定な時ですね、その状態とでこう自分のレッスンの材料にしてもらうというような、そういう動画をちょっと作ってみましたので、ぜひ、もうあまり説明はしないのでですね、こういうことができるなっていうことをちょっと体感していただけたらいいかなと思います。じゃあ早速聞いていただきましょう。セントという単位で言いますと、そんな感じです。一応ですね、他のトラックも一緒に触れるということは、ハーモニーを作ったりするのにもとってもガイドラインになったりして、やりやすいですね、ですからこんな道具もあるという感じで、今日はご紹介させていただきました。村長でした。